はい、どうもこんにちは。今日はね、都議会でセクハラ野人やった正村ふゆみかちゃんがね、めちゃくちゃ俺のタイプだってポイントでお話し していきたいと思います。正直ね、結構結婚はしてなくて、年はちょっといってるけど、顔的にはね、結構美人だと思うんだよね。うん、そう、まあ整形疑惑があろうとは、もうエラぐらいの整形あったら俺は許すし、もう結構美人だよね、正直な。初めてちょっと見た時はちょっと胸がね、ドキドキしとるね。な、こんな美人に対して、な、結婚しろ、産めないのかって言った、な、50歳のセカラ親父。な、もう、最悪だわ。美女に対してそういうこと言うなんてよ。な、美人だぞ、どう考えても。俺のな、キムキンセンサー、多分、70か80点ぐらいの塩村ふみかちゃんの点数なんやって。要するに、これくらいの高得点を、ね、叩き出してるから、超可愛いと思うんだよ、俺的に。あの、もう結婚したいもん。なんでこんな美女がね、未だ、まだ、あら、な、結婚しないのと思うぐらい可愛いよね。正直、今俺の、な、ハートはときめいとるね。もう、ドクって感じでね。だからね、思うんだよ。セクハラヤジを飛ばす人間の質が問われるよね、ほんと。こういう美女に対してセクハラヤジするっていうことは、もう日常からね、もうあらゆる女に、ね、結婚しを埋めないのかっていうヤジを飛ばしてるっていう、この人間性が出てるよね、美女に対してそういうことするなんて。もう信じられないよ、ほんとに。俺の姫に対して、こういう暴言を吐くなんてよ。で、考えてみ?なあ、塩村さん結構美人だぞ、これ。なあ。ちょ、30代ぐらいで、もし俺40代じゃない、30代ぐらいで、この外見やったら、もう、絶対可愛いから。もう、中の上ぐらいじゃない、もう、正直。中の上。なあ、こういう美人に対して、偉そうなこと言うな、このチンパンジー顔の議員。許せないね、ほんと。自分が大してかっこよくもないのに、人を批判。女性を批判する。自分がちょっと結婚してるかって、な、結婚しない女性より偉いと思って批判する。なんたるやつだ、スギトギ。まあ。もうやっぱね、愛国心に溢れる自民党にとってはもう不必要な存在だよね。正直。今の目指してる自民党っていうのはね、日本男児でありね、熱く燃える使命感に燃える男。女性を守る男っていうのがやっぱね、求められてる。集団的自衛権を実行しようとして、国を守るね、熱い心があるね、自民党議員がね、そういうね、人をね、見下すような発言はしちゃダメなんだよ、ほんと。熱い心を持ってる自民党議員がね。もうちょっとこいつ自民党の風上にも置けん。数ひどげ。もう許せないっすわ、ちょっと。美女をディスったんで。もうそんな感じだわ。